はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、4月の22日日本時間の現在4時半ぐらいですかね、今動画を撮影しております。先ほどですね、パウエル議長の会見が終わったというような状況ではあるんですけれども、株式マーケットの反応はさっきもちょっとショート動画出した通りなんですが、会見の直後、75ベースポイントの利上げを発表した直後については金利が上昇、株式は下落というような状況だったんですけれども、ひとたびパウエル議長が会見を始めた途端に金利は下落、そして株式も上昇という形で、発表前のぐらいのレベルに戻ってきているという感じですね。なので比較的マーケットは安心をしているというか、あまり心配がものすごく先立っているという感じは正直ないんではないかなと思うんですけれども、一応ですね、これもさっきショート動画でご覧にいただいた通り、ご紹介した通り、今回の FED のステートメントおよび発表資料の中で僕はすごく気になったのは、ものすごくですね、その金利水準の予想という観点でいうと、ものすごく多角的に FED の内部の人たちは動いているんですよね。で、今回パウエル議長のコメントに関しては、前回のジャクソンホールから内容というかスタンスはもう全然変わってないよという感じで、非常に落ち着きを払ったような会見ではあった一方で、その資料がものすごく僕は気になったなというふうに思っておりますと。で、プラス後ほどもちょっと詳しく見ていきますけれども、年末までの状況ではだいたい 4.25% が今のターゲット、そして来年ですねのタイミングで 4.5% というところが今のFED関係者のターゲット、もしくはもうちょっと高いのかな、それぐらいの水準になっているという感じで、マーケットも今それを織り込んでるんですよ。で、これまでFEDの予想がそれ通りになってたことって正直あんまりないと思うんですよね。なので今はその水準感とマーケットの予想というところが一致はしている一方で、本当にそれでいいのかっていうのは僕はちょっと思ってるんですよね。なので今マーケットとしては非常に今日という観点では安定をしてはいるんですが、今後マーケットがさらに利上げ、もしくはさらなる物価上昇というところを織り込んでいくんじゃないかなというふうに思っているので、明日明後日とかについてはもしかすると今日はそんなに落ちなかったですが、さらなる下落というところに向かっていく可能性が結構あるんじゃないかなというふうに思っているので、今日この発表があったタイミングでマーケットが落ち着いているというところを受けて、あ、じゃあ大丈夫なんだっていうよりも、結構ですね、大口の投資家っていうのは今日の発表を受けて明日明後日とかですね、数日間に分けて動くということは結構あるので、そういった感じで見ていただく方が今回いいんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、そのあたりについては詳しく後ほどですね、ちゃんとデータを見ながら皆さんと一緒に見ていきたいと思っているので、ここからですね、まずは指数の方に入っていきたいと思います。で、その前になんですけれども、このチャンネルはですね、 FXGT 様のスポンサーでお送りをしております。で、FXGT はですね、今現在このチャンネル限定でまたスポンサーのですねキャンペーンいただいているんですが、通常通り今も口座開設するだけで1万円の取引ボーナス、そして7万円上限で今初回の入金ボーナスが7万円入れると7万円分ですね、ボーナスがもらえると。で、プラスこれに加えてこのチャンネル限定で5万円分のですね入金をしていただいて、1回何でもいいので取引をしていただくと1万円分のですね現金がもらえます。これ引き出せるので、ぜひですね、皆さんこれ使っていただければいいんじゃないかなと思いますし、これだけ大きくマーケットでボラティティが出ているタイミングなので、こういったボーナス使ったりとか、あとは少しでも現金増やしたいよという方はこういったボーナスキャンペーンを使っていただいて、ぜひですね、自分のポートフォリオをしっかりと守っていくというところをやっていただければなと思っております。はい、ってことで、そうだ、もう一個ですね、一応今この FXGT さんの、これも概要欄に記載があるんですが、開催するですねトレーディングコンペティションの申し込みというのがあって、賞金総額1000万円というものをかけて取引のボーナス、トレーディングですね、開催されるということなので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで指数をですね見ていきたいと思うんですが、一応ちょっとこれまだマーケットはクローズしてません。できるだけ早く皆さんにこのニュース伝えたいなと思ったので、あとですね30分ぐらいですかね、マーケットがまだ空いている期間というところはご承知おきください。今の時点でなんですけれども、ダウがマイナスの 0.63%、 S&P がマイナスの 0.57%、 ラスダックがマイナスの 0.54% となっております。またちょっと落ちてきてますね。はい、でラッセル2000なんですけれども、プラスの 0.54% となっております。で、10年債の金利なんですが、今下がってきていて 0.055
5.5% ですね、まあ、5.5 ベースの下落で、まあ、なんとか 3.5% を維持しているというような状況になっています。はい、で、まあ金利です、あ、すいません、ドル円なんですけれども 143.77 というところまでちょっと下落をしていますが、 FOMC の前のタイミングでは、まあ、1.44 の40銭ぐらいだったかな、そこぐらいまで、まあ、結構上昇して、もっとか、そうですね、50銭ぐらいまで上がっていたというような状況ではあるので、まあ、結構この FOMC で大きく下げてしまっているというような状況ではあるのかなと思います。その一方で、結構ですね、まだまだ、短期的に150円とか目指すんじゃないかっていう人を、水準を見ている人も多いかと思うんですが、まあ、結構ですね、海外勢については、まあ警戒をしている、まあ、何を警戒しているかっていうと、結構その介入を警戒しているっていう話も、まあ、いろんな人から結構聞いてはいたりもするので、まあ上に行けば行こうとそういう人たちの、まあ、ショートポジションの踏み上げっていうのがですね、まあ、ショートカバーみたいなのがあるかもしれないので、短期的にボーンと跳ねる形はあるかもしれませんが、あのそういった介入への警戒感が継続して入っているというところは、まあ、覚えておくと、まあ、面白いのかなと思ったりはしています。はい、あとはですね、先物、まあ、原油なんですけれども、今日もちょっと下落をしていて、マイナスの 1.12% となっておりました。はい、ということでちょっとニュースですね、見ていきたいと思うんですが、その前にちょっとチャートを見ていきましょうか。で、現在のチャートなんですけれども、こちらがまあナスダックになっております。こちらのですね、タイミングで、パウエル議長、あ、すみません、ここかで FOMC の発表があって、パウエル議長の会見で、上がっていって、また今ちょっと下がってきているというような感じですね。まあ、これはあと30分しかないので、どういうふうに最終的には終わるか分かりませんが、重要なのは明日明後日のまあタイミング、その後っていう感じかなと思うので、今日のこの動きをどう見るかっていうところも一つ重要だと思うんですが、じっくりマーケットが今日のパウエル議長の発言、もしくはまああのドットチャートというところですね、後ほど見ていくんですが、そういったところをどういうふうにまあ理解をしていくかというところが一つ重要なポイントにはなっていくんじゃないかなと思います。で、一応ですね、さっきもちょっと見ました通り、10年債の金利については発表があった後に上がって、その後どん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 下がっていってしまっているような状況にはなっていますが、まあ、一方でこの2年債の金利ですねについては、ドーンと上げて、まあ、下がって、またじわじわじわと上がっているような感じになるので、まあ、このあたりについてはやっぱりまあ直近の、まあ直近2年のところですねの利上げ状況というところを織り込んで、まあ、少しやっぱり金利の上がっていく傾向の方に向かっていくのかななんていうのはちょっと僕は感じたりはしてはいます。はい、で、今日のですね、ちょっと FOMC もう少し詳しくここから見ていきたいと思うんですけれども、まずはステートメントですね、ほぼ前回と、まあ、変わりはなしですと。なのであまりここの内容については、まあ、そんなに気にするポイントは、まあ、正直ないんじゃないかなと。ほぼ、まあ、前回とも同様と変わらずって感じですね。で、一番重要なのはですね、こちらに、これが今回ですね発表された、あ、すみません、はい、これが発表された資料になっているんですけれども、ここですね、フェデラルファンズレートで、これがジューンプロテクションということで、今回の9月のタイミングの FOMC で、FED の参加者が、まあ、2022年、2023年、2024年、2025年、そして、長期的にどの水準で FED の金利をですね、維持したいかというところが、まあ、書かれているところなんですけれども、その1個下、ジューンプロジェクションというのが6月の時点での、予想値に、まあ、なっていましたと。で、これを見ると、まあ、2023年については 3.8% から 4.6% まで大幅に 0.8% もドーンって上がってるんですよね。で、プラス2022年についても 3.4% から 4.4% まで上がっているということで、これだけ見るとものすごくタカ的に今 FED はいるんじゃないかっていうようなことをですね、マーケットは感じたと思うんですよ。ただし意外とパウエル議長の会見とかっていうのを聞いてみると、まあ、そんな感じでもなかったので、まあ、一旦ちょっと落ち着いているというような動きが、まあ、今回のマーケットの、まあ、今日の時点の動きだったんじゃないかなと思いますと。もう一個見ておきたいのは、下の方に行くとこのドットチャートっていうのがありますと。で、これは下に行くとですね、一番左が2022年、ここは2023年で、どこまで利上げ水準を見込むかというところなんですけれども、大体ですね、まあ、今年という観点でいうと、ここですね、だいたい 4.25% から 4.5% というところがまあメインの人数というところになっていて、まあ、一番多いのが 4.5% までの、まあ、あ、すみません、 4.25 か 4.25% のところの上昇というような形になっているんじゃないかなと思います。
で、来年と2023年という観点でいうと、まあ、4.75% だったりとか 4.5% というところが、まあ、あとは 4.25 も結構多いんですが、まあ、大体その平均すると、まあ、4.5% というところが、まあ、メインのところにはなっていて、その後はちょっとじわじわ下がってくるような予想にはなっているんですが、さっきも言った通り、このフェットの予想通り金利水準もしくはインフレ水準が推移をしてきたっていうことはここ数年ないじゃないですか。なのであまりこれを信じてというかこれがメインシナリオと思っておかない方が僕はいいんじゃないかなと思いますし、今のですねこれが金利の織り込み水準で年末までの12月までの見ているんですけれども、これが 4.25% を今どれぐらい織り込んでいるかですね、これが大体今 65% ぐらい織り込んでいて、年末までの金利水準どれぐらい織り込んでいるかっていうと、こちら見ていただきたいんですが、大体 4.5% の水準を 50%、 そして 4.25% を大体 90% 織り込んでいるということで、このドットチャートぐらいの水準しか織り込んでない、もしくはそれ以下の水準ぐらいしか織り込んでないんですよ。ってことはマーケットはまだまだやっぱり楽観的なんじゃないかなと思いますし、本当にこれでいいのかな、もしくは今この状況は今こうなっているだけで、今後もっともっと織り込まれていくことによってマーケットは厳しい環境に追い込まれていくんじゃないかなというふうに僕は思っております。なので積極的なリスクテイクみたいなものは今あまりしない方がいいんじゃないかなと思いますし、思った以上に景気の減速だけではなくて経済の減速というところももっともっと本当に感じられるようになってくると、マーケットとしてはその悲壮感みたいなものが出てきやすくなるんじゃないかなと思うので、そういった観点でもセンチメントの悪化余地みたいなものはまだいっぱいあるんじゃないかなというふうに僕は感じております。でこれに加えていくつか見ておきたいニュースがあるんですが、まずはこちらですね、アメリカの住宅の売り上げそして価格がどんどん下落をしていますよと。でこれがですね中古住宅の販売の件数ですねの下落幅なんですけれども、大体今8ヶ月連続ぐらいで下落をしていて、価格という観点では2ヶ月連続今下落をしています。でこれがですねもっともっと価格下落してくるんじゃないかというふうに言われていて、これなぜかっていうと実際にアメリカのですね住宅販売をしている人にインタビューした動画画像があったんですけれども、その中で言っていたのは今価格は少しずつ下落はしてきてはいる一方で、金利はどんどん上がっていってると。でさらに今後まだ金利が上がっていく可能性がある中で、ほんのちょっとの価格の下落をですね、価格まだ2ヶ月しか下落してないんですよね。でその中でこんなに金利が上がっているのにちょっと価格が下落したぐらいで買っても全くメリットないと、金利があまりにも高すぎるから、今全然買えない、まだまだ価格は下がってくると思うよみたいな話をしていたので、今後ですねこういったところの価格が下落をしてくることによって、よりマーケットのその景気減速感みたいなものが高まってくるんじゃないかなと思うので、そういったところをなんか恐怖を煽る要素に一つになっていくんじゃないかなというふうに思っております。あとはですねこちらも非常に気になるニュースなんですけれども、前まで Facebook だったメタですね、あとは Google については約ですね社内で 10% ぐらいの人員削減を行うということを今画策をしておりますと。で以前までであれば、はいもうクビですよ出てってくださいみたいな感じでやっていたんですけれども、今はコストの削減という観点もあってかですね、ここの部署なくなりますので、自分で社内でいろんな求人を探して自分で仕事見つけてくださいねと、でそれで見つからなかったら会社は辞めてくださいみたいな感じの今状況になってるらしいんですよ。でこれをですねもっともっと今後さらに続けていくことで全体として 10% ぐらいは減らしていきたいということが今望ましいとされていますし、おそらくこのテック関係の会社だけではなくて、他の会社も含めてですね、この約1年間から1年間半ぐらいは人を雇うことがなかなか難しかった状況じゃないですか。なので過剰に社内に人材がですね余ってるっていう状況が本当にどこも起きていると思うんですよ、特に大きい会社に関しては。でつい先日ゴールドマンサックスもこれまでは毎年毎年一定数をですねリストラするということをやっていたんですが、そういった環境もあってなかなかリストラできなかった、ただしここに来て本格的に景気が悪くなってきたこともあってリストラをですねしっかりとやっていきますということを発表をしていました。で今回このメタもグーグルもかなり大きい会社じゃないですか。
で、こういった会社で業績が悪くなってどん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 人をや切っていかなきゃいけないとなると、他の中小企業に関してももっと厳しいような状況だと思うんですよね。まあ、切らなきゃいけない人数は全然違うかもしれませんけれども、やっぱり業績としては非常に厳しいと思いますので、こういったことがどん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 波及してくることによってマーケットのセンチメントみたいなものはより悪化しやすくなるんじゃないかと思いますし、それに伴ってもっともっと今年もしくは来年のですね、売上だったりとか利益のフォアキャスト予想を引き下げられるというふうになれば、株価の下落というのは避けられないんじゃないかなというふうに感じてはいたりはします。はい、これは人によってはちょっと悲観すぎる見方なんじゃないかっていうようなこともあるかもしれませんけれども、今僕の方向感としてはそっちで見ていた方が気持ちは楽だなと思うので、積極的なリスクテイクというよりも、リスクオフ方向で基本的にはマーケットを見ながら、今後のチャンスというものを探っていきたいなというふうに感じております。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。FOMC の後はですね、そんなに大きな動きはなかったかもしれませんけれども、ナスダックだったりとか、他のものもですね、今ちょっと下がってきてますね、やっぱり。はい、なので、これが明日明後日どうなるかっていうところが、非常に面白いポイントにはなってくるんじゃないかなと思いますし、あとはさっき申し上げました通り、金利の織り込み水準が今後どういうふうな方向に向かっていくかっていうところで、今後の株式マーケットの方向を占えるんじゃないかなと思うので、そのあたりを中心に注目をしながら見ていきたいかなと思っております。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。